はい、えー、それでは1月24日の3問に入ります建物の建築工事の費用について当該工事の施工を行った者が先取り特権を行使するためにはあらかじめ債務者である建築主との間で 先取り特権の行使について合意しておく必要がある。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、誤りですね。先取り特権は、薬場担保物件ではなく、法定担保物件です。そのため、工事前に登記をしておくことで、債務者の債務不履行があれば、当然に先取り特権が発生しいつでも行使できるんですね。 法定担保物件は、薬状担保物件のような当事者の合意というものは不要になります。よって誤りだということですね。先取り特権っていうのは、進出頻度低いので勉強しないっていう方もいるんですけども、基本的なところは理解しておきましょう。本試験では基本的な内容だけど、見たこともない問題がどんどん出題されます。 そういった問題は基本的な内容なんでしっかり取るべきなんですね。試験で焦らないためにも基本的なことはちゃんと頭に入れておきましょう。え個別指導の受講者さんには今回お伝えした薬場担保物件と法定担保物件、それぞれどういったものなのかっていうものを受講者専用のメールマガで解説させていただきます。売り主が宅建業者として、宅建業者でない買い主は、建物の物件の説明を売買業者 B の事務所で受け、 翌日、出張先から電話で買い受けの申し込みをしたと。後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、A はクーリングオフに基づいて売買契約の解除はできない。まるか罰かという問題ですね。答えはツです。まず、申し込み場所と契約場所が違う場合っていうのは、申し込み場所が判断基準です。で、今回、どこで申し込んだかっていうと、出張先から電話で 買い受けの申しし込みをしてるんですねつまり、買い受けの申し込み場所っていうのは出張先になります。で、出張先っていうのは事務所等以外なんですね。事務所等に該当するとクーリングオフできないんですけども、出張先っていうのはここに含まれません。つまり、原則契約解除できるんですね。したがって、契約解除できないという本問は誤りになりますよというふうな結論になります。 でこの問題っていうのは解けるだけではやっぱダメなんですね。実はクーリングオフについても考え方っていうのがあるんですよ。その考え方に基づくと、どんな引っ掛け問題が出たとしても対応できて、す、え、べ、ー、て解けるようになります。なので、ちゃんと理解するっていうところが、やっぱり合格できるかどうかの境目なんですね。 で、前回お伝えをしたえ、開発許可も同じなんですね。その考え方を理解していたら、その考え方に基づいて、えー、答えを導くっていうことがやっぱできるようになるんですね。で、そうすると、クーリングオフだったり、開発許可っていうのは、もう確実にやっぱ点数取れる部分になってくるんですよ。なので、そういったところをやっぱ得点できるかどうかっていうのが、まあ合格の、えー、分かれ目になってきますので、ぜひですね、そのところを理解しておきましょう。で考え方については、個別指導で解説していきます。では、問いさんです。 市街化区域とは〇〇区域及びおおむね〇〇年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり市街化調整区域とは市街化を〇〇する区域であるえこの〇〇の部分ですね括弧の中の文言を答えましょうえ実際こういった穴埋め問題ないんですけどもこういったところはもう品質なのでもう頭に入れておきましょうで答えは 市街化区域とはすでに市街地を形成している区域および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり市街化調整区域とは市街化を抑制する区域です注意が必要なのは以下の2点です市街化調整区域は市街化を禁止する区域じゃないよということですね禁止ではないあくまでも抑制するんだって話ですこれはどういう違いがあるかっていうと禁止ってなってくるともう市街化絶対しちゃダメだって話なんです 一方で抑制っていうのは市街化をあくまでも抑えるっていう目的なので絶対ダメというわけではないんですねそういった違いがあるんですよで、もう一つがおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域っていうのは市街化調整区域ではありませんよって話ですこの10年以内に市街化を図るべき区域は調整区域ではなくて市街化区域に当たりますねここの部分は市街化区域に当たります この点を注意ししておきましょう。これくらいはもう頭に入れておいた方がいいですそして市街区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます個別指導では別分野で理解をしながら答えを導けるように市街区域と市街化調整区域について上記先ほどの解説以外の別角度から学習してもらっていますそうすれば忘れても答えを導けるようになりますので個別指導の受講者さん以外の無料のメールマガの読者さんもそういった勉強をぜひやっていきましょう 詳しい内容については個別指導でお伝えする流れとなりますので、あもし自分自身であ理解学習できていないなって感じられる方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。もうほとんどの方が理解学習できていない状況なんですよ。なので逆に理解できてしまうと、合格しやすいんですね。多くの方が理解学習できていないわけなんで、その中で理解学習ができるようになれば、合格もしやすいわけです。トップ15%に入りやすくなりますので。 もし今年の試験で絶対合格したいという方は個別指導をご検討ください。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。